まあ、あの差別はそこら中にあるんです、本当に、うん、主人公は白人じゃないといけないからって言うんですよ。僕は人種差別を受けてますから。レッドカーペット立ってます。すごい立ってるね。ただこの今ね、その全てがその演技者の部分で横一列だと、オーディションとかでも、でもコネとかそういうこともないなんて言いながらも、でもやっぱりお聞きしたいのは、映画賞だとか、このキャスティングとかもそうでしょうけど、まあ、ハーベイ・ワインスタインの件も例えばあったりとかして、一部でやはりこのプロデューサーさんとの、この関係があって、役が得られるだとか、そうですね、っていう状況はありますよね。最終の4人に残ったら、そこから先は実力じゃなくなるんですよ。何何相性とか、はい、あの知名度とかの話になってくるんです。はい、そうだから誰があのスタジオとして一番美味しいかという話とか、うん、一番最近多いのがあの、まあ、制作側が投資家にその説明するプレゼンする際に、あのアジア人の役を白人にしちゃうんですよ。まあ、そのホワイトウォッシュなんて言われてるね、現象がありますもんね。そこで、あの僕はその例えばプロデューサーとかあの投資家の話人たちと話してるときに、何にもその別に悪い意図があるわけじゃないんですけど、その平気であの主人公を白人じゃないといけないからって言うんですよ。でもアメリカではそういった発言でかなりね、あのバッシングされるような気がするんですけど、そう、いやでもその一般認識として今のプロデューサーとかその投資家はそう思っちゃってるんですよ。だから平気でもう何も悪いと思わないでいっちゃうんですよ。あの例えばこのストーリーの主人公は今日本人だけど、でも投資家にプレゼンする際に白人が一番上に来とかないとまずいから、だからもう一人白人の役を作ってくれないかとか言ったりするの、平気で。うわうわうわで、あと例えば主人公のランキングでこの俳優とこの俳優両方使いたいけど、あの役の役が一つしかないから、この人をこっちに使って、こっちの人はこのアジア人の役の方に使っちゃおうって、もううめうめしちゃったりするんですよ。もうひどいですよ、本当にアジア人の扱いはもうきつい状況ですか。アジア人の扱いは本当に、なんていうんですかね、あのアジア人は全然配慮がないっていうんですかね、その制作側からも。でもそれって例えばその10年前20年前と変わってきてるんじゃないんですか、現場は。それとも変わってないですか。まだ全然、まだ実感としてあんまり感じられないですね。少しは良かったんですけど、いやでもね、今の話聞くと僕はなおさら今回のそのハーベイ・ワインスタインの件、いや MeToo だとかね、繋がってくるような気がするんですよ。で要は日本にいるとアメリカの社会ってやっぱりこう差別をなくそうと、みんなで仲良くやろうよっていう状況もある。 なおかつレディーファーストでセクハラ問題なんで訴訟とかも起きるから、すごくこの日本なんかよりきっちりされてるようなイメージもあるんですが、今の話聞くとそういうのは良くないよっていう、ちょっとなんか思ってるより遅れてるんですけど。まあそうですね、うん、例えばでかいアメリカのエージェンシーになりますと、そのプロデューサーとの付き合いがありますから、うん、その例えば何百人も俳優がいて、でこのプロデューサーがその自分の抱えている女優にセクハラをしたと、うん、でこれを表立ってあの批判すると、このプロデューサーが抱えている何十本のプロジェクトを他の俳優に言ってるやつを切られる可能性があるから、できるだけ表沙汰にしないように内々に収めようっていう動きがそのでかいエージェンシーの中で起きるんですよ。はあ、もう無理じゃないですか。だから要は一つの事件がこうみんなにこう連鎖しちゃうってことなんですね、役者の影響として。そうですね。でもうあの今多分ミーツームーブメントがその盛り上がっているのは、その限界、我慢の限界に達したということじゃないですかね、うん。これまではだからその
他の俳優とか自分のエージェンシーとかに迷惑をかけたくないと、あとその自分がそのプロデューサーのプロジェクトを頓挫させた張本人の女優だというふうなことで業界内で有名になりたくないというその気持ちからその無理やり抑えてきたと思うんですよ、うん、でもそれがもうあまりにはびこりすぎてて、もう見渡せばもうそこら中にセクハラの被害者がいるという状況になってしまって、そうなるともう私もあなたもあなたも被害者なんだから、うん、別に私が声を上げてもそのイメージが悪くならないと、みんな被害者だということで、そのもうじゃあ一斉にみんなちょっと見ようよと変えようと変えようよということになったんじゃないですかね。でも実際この目で見たわけじゃないからっていう状況があると思いますけども、ハリウッドで働いている松崎さんからしてみたら、まあ、噂レベルというかそういうことが あるでしょうっていう認識はあったんですか。まあ差別はそこら中にあるんですよ、本当に、うん、僕自身もなんか差別されてますから、うんうん、それは MeToo ムーブメントセクハラですよね。僕は人種差別を受けてますから。例えばそのとあるテレビのセットでその、まあ、僕はテンパーなんですけど、そのプロデューサーが僕のところにやってきて、その僕の髪の毛を見て、あなたそれ本物って言うわけですよ。で僕がいや本物ですよって言ったら、でも日本人は全員直毛じゃないって真顔で言ってくるんですよ。でいや全員直毛ってわけじゃないんですよって、まあ、テンパーの人もいるんですよって言ったら、あそう、でも視聴者はそうは思わないわ、うん、で視聴者は日本人は全員直毛だと思ってるから直毛にしてって言われて、でヘアアイロンで直毛にされたんですよ。それは正直ちょっと屈辱的というか。そうですね、僕はよくあります。あります。身長も高いんで、はい、日本人に見えないって言われます。はあ、背が低いとか。そうです、イメージがあって。日本人は背が低くて直毛で目が細いって言います。それは平気で言ってくる、孫で言ってくるんですよ。ティファニーで朝食後のね、時代での日本人感みたいな、それがまだ続いてるんですか。全然続いてます。へぇ、アジア人というものを一括りにして、もうそれがイメージとしてあるんですよ。